広大な宇宙空間の中にある地球、真上から見てみたいと思ったことがあるかもしれませんね。しかし、人や物資を宇宙に運ぶには莫大な費用のかかるロケットを打ち上げなくてはいけません。宇宙に運ぶ輸送コストは1キロあたり100万円から200万円ほど。誰もがダイエットに励まなくてはいけません。しかし、ある方法を使えば輸送コストは1キロあたり5000円から1万円ほどと試算されています。それは宇宙へ上り下りするエレベーターです。どうもこんにちは、リンです。今回は宇宙へ行くエレベーターを作るとき起こりうることをお送りいたします。他にもどんなことが起こるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてくださいね。では行ってみましょう。ねたざんまいねたざんまい。宇宙エレベーターの仕組み。実は宇宙エレベーター建設構想を最も具体的に考えているのは日本です。大手ゼネコン企業が先進的な考えを打ち出しており、宇宙エレベーターの建設は理論上可能だとされています。宇宙エレベーターの上階に該当するのが静止軌道であり、それは地球の赤道上空約3万6千キロの領域に存在します。静止軌道は地球の重力と自転による遠心力が同期している場所であり、常に同じ場所の上空にいるということになります。この特性を利用して静止軌道から地上にワイヤーを下ろし、地上と宇宙をつなぐエレベーターを作るという計画です。次からはそんな宇宙エレベーターを作るときどうなるのかについて詳しく見ていきましょう。コストがかかる？エレベーターの目的は地上と高層建築物との上階の行き来を楽にするためのもの。その構想はかなり現実を見据えており、2050年代には完成して運用を目指すとまでされているほどです。その総工費およそ10兆円なり。途方もなく莫大な費用のように思えますが、国際宇宙ステーション建設にかかった費用が約5兆円と言われているので、なんとかなるかもしれません。しかし、これら初期費用をうまく回収できるかというと話は変わってきます。宇宙エレベーターを建造するためには静止軌道まで材料や部品を運ぶ宇宙輸送システムが必要です。組み立てをロボットに行わせるのなら、ロボットの輸送と組み立て作業が必要になります。これらのための宇宙輸送が現時点では高価なのです。さらに3万6千キロという高軌道にプラントを建設しなくてはなりません。人類は高度約400キロに国際宇宙ステーションを建設しましたが、それより高い場所でのプラント建設はなく、コストも相当高くなることが予想されます。また宇宙エレベーターも当初から廃棄する時の方法を考えておかなければなりません。もし適当にエレベーターの途中の部分を爆弾で壊したりでもしたら、ぽっきりと折れたエレベーターは横倒しとなり、どこかの国に倒れ込むかもしれません。このように廃棄費用は建造する費用よりは安いにしても、その方法が難しく、何よりも高度な技術のために維持費もそれなりにかかるはずです。ケーブルが作れない。上空3万6千キロから下ろすエレベーターのケーブルは地上100階建てのビルとは到底比較にならない長さです。その重量も想像できないほどの重さになるはず。したがって宇宙エレベーター建設には軽い素材を使ったケーブルが必要になります。カーボンナノチューブという超軽量な素材が開発されたものの、宇宙エレベーターに使用できるかどうかは疑問です。ましてや航空機やロケットの構造部材のように使える大きさのものができる見込みは全く立っていません。仮にできたとしても数万キロもの長さをつなぎ目なしで作ることは不可能に近いのが現状です。使い物にならない？宇宙エレベーターができたと仮定した場合、採用される動力は電動モーターとなります。現在の高層建築で使われている最高速のエレベーターは秒速20メートルです。
この速度では宇宙ステーションの軌道高度400キロに到達するだけでも単純計算で 5.5 時間かかります。リニア新幹線の時速500キロが実現するならば1時間足らずですが、重力を考えなければいけません。エレベーターは重力に逆らって動いているので、静止軌道までは時速500キロでも72時間かかります。この時間が長いというのはエネルギー的に非効率な乗り物ということになるのです。できるだけ高加速で上昇することを考えた場合、強力なロケットを使えばいいのですが、これだったらそもそも初めから宇宙エレベーターは必要ありませんよね。また隕石が衝突するなど何らかの原因で中央から切れたら下半分は落下し、上半分は宇宙の彼方に飛び去ります。下に落下する方は大事故になることは間違いありませんね。正直なところ、宇宙エレベーターを建設するにはいくつもの課題をクリアしなければいけません。ただ人類のテクノロジーの発達は目覚ましいものがあります。かつて海外旅行が夢だったように、そう遠くない将来あっという間に宇宙に行ける、そんな時代がやってくると楽しいですね。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは、当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。